何かテレビ局でこうプロデューサーになったり、その後ヒントを作られて演出も脚本も書かれてますけど、そういう仕事をやりたいと思ったきっかけみたいな作品ってあるんですか？その影響を受けた、この映画見てこの道に来ようと思ったとかっていうのが、古いところでは、第三の男とか、あとトリフォーのフランソワ・トリフォー監督のフランス映画とか大好きだったんですけど、あとはライトスタッフっていうカウフマン監督の、はいはい、だからジェットパイロットが宇宙飛行士になってくマーキュリープログラムの、そうですね、話ですね、テストパイロットが、宇宙へ行くっていう話、あとは、ゴッドファーザーのパート2で、パート2ですか、2のやっぱライトスタッフもそうですけど、人間関係がまあすごく複雑でしょう、複雑な話で、ああいう社会的な枠組みのそのすごく複雑な話っていうのは面白いなと思って、そういうところからいろいろ勉強させていただいたみたいなのがあるんですよね。なんかその若い頃はゴッドファーザーのパート2とかを見ても、そのドン・コルレオーネの若い頃がかっこいいと思うんですね、ロバート・デ・ニーロが、でも、だんだんこう自分がその社会にさらされてきていろいろ見てくると、やっぱマイケルの苦悩、2代目の苦悩みたいなのはやっぱりすごく身につまされるじゃないですか、自分のお父さんのが拾ったハイマンロスっていう、その本当に昔は単なるこうメッセンジャーボーイズだったやつがリー・ストラスバーグ、ね、がすごいこうキューバで力を持って、で自分のことを自分の跡取りだと、マイケルお前は私の息子だって公言しているにもかかわらず、裏では自分のことにすごい嫉妬してるかなんかで、とにかく自分を殺そうとしてると。あれラスベガスかなんかのホテルの上でなんかで来てガーッと機関銃撃ってくるのってあれ2でしたっけ？2です。それはそれでそうです、自分の屋敷を撃たれるんですよ。あ、そっか。でそれを自分のお兄さんに打ち明けるんだけれども、そのお兄さんも実は全く信用を置かない能力がないっていう、そのマイケルの苦悩、でその時にそのお兄さんはもうお酒飲んですけど、自分はソーダ水飲んでるんですね、でそういうのを見ると、やっぱそういうディテールの面白さとか、社会にさらされた人間のディテールの面白さっていうのは面白いんだなと思って。でも今ちょっと伺ってて、その人間関係が面白いじゃないですかって言われてて、考えてみたら山口さんの作品って、その人間関係の込み入り方だったり、こう描き方っていうのが特徴があるっていうか、そこに重きを置いてるようなイメージがあるな、確かに。この今の大江ハンサムにしても、なんか人間関係のドラマじゃないですか、一言で言えば。そうですね、今話は飛んじゃいますけど、突然思い出しましたけど、僕山口さんと初めてお会いしたというか、お話したのが、村上義明さんがまだ中三省の役人だった時に、あれ90年代の前半だと思うんだけど、日本の映画がどん底だからなんとかしようというので集められた、なんか何の会だったか、1年間ぐらい中三省に毎月行ってたような気がするんだけど、そうですね、その時にいらっしゃいましたよね。そうですね、政府の委員として、政府の馬場さんもいて僕もいてですね。僕知らなかったんだけど、それ村上さんはもうその前からマブダチというか、もうだけどいろいろ言われてるけど、物を言う株主の走りみたいな方ですもんね、日本にいなかった。でも本当にウィーハンサムじゃないですけど、お金があれば幸せということではないですからね、本当に。だけどすぐ横にお金を持ってたら幸せかどうかということを考えさせられる対象がいるというのが、そうですね。それはだけど、もしかして山口さんの、結構お金にまつわるドラマ映画多いじゃないですか、影響を与えてます、やっぱり。そうですね、真横でご覧になってて、藤原竜也君の新しい王様は特定のモデルっていうのはいないんですけど、僕が出会った何人かの投資家とか資産家とか、のこういろんなこう取材する中で、そういうキャラクターをまぜこぜにして藤原竜也の役と関わってる。放送された時に誰がモデルだみたいなこと言われてました。モデルはいないんです。モデルはいないんです。言っときます。あれはそうですね。あれはだから今そうですね。お金の勉強とか資本主義とか資本市場とかの勉強になるから、若い人は見た方がいいですよね。配信されてますよね。されてます。アマゾンとかユーネクストでされてます。
今、大橋さんも公開中です。この後何かご予定というか、この次はこれをドラマにするんだ、絵にするんだとかいうご予定はどうなんですか。あの脚本を書いてくれとか、こういうのを作ってくれっていうのは来てるんで、まあちょっとなんとなく僕やっぱり金融系、はい、ですね、金融系もあるし、なんかオヒャンサムがあの珍しいもんだから、なんかあのホームドラマを作ってくれっていうのも来たりして、あのどうしようかなっていうことですね。あのちょっと考え企画中です。考えてみ、今ずっとお話を伺ってても、オヒャンサムって今までの作られたものの中でもかなり初期作ですもんね。はい、そうですね。これをまた作れって言われたら、またちょっと考えちゃいますね。ちょっと考えちゃいますよね。そうそう、だから馬場さんがやってこられたような王道中の王道のものとはちょっと違うジャンルですね、オヒャンサムは。山口さんが石原さんに対して言われた、うん、僕は暴流のマイナーな暴流、マイナーな暴流だけど、石原さんはメジャーな暴流、石原さんが言われたのはマイナーな暴流の方が絶対頭がよく見えるって。うん、どうでしょうね、そんな別に頭はよくない。でもあの例えば不機嫌な人にしても、うん、あのキラキラ光にしてもそうだし、まあ、あれもロングラブレターって漂流教室もそうでしょ、うんうん、何かあの圧倒的に僕知性を感じるんだけど なんでだろう、そのなんて言ったらいいのかな、あの知力を要求するような気がする、うん、山口さんのドラマというのが常に、まあ、なんとなくちょっとこう考えてもらいたいっていうのはあるのかな、うん、なんかオイハンサムってのは割と比較的そのパンフレットが売れてるようで、うんうん、あのなんか確かめたくなる、ちょっと何か確かめたくなる。で今の映画の主流っていうのは、うん、全ての伏線が最後完全に回収されて、うん、あ見てよかった、こうなったんだっていうのが主流じゃないですか、うんうんうん、それがメジャーな主流じゃないですか、はい、メジャーな主流、そうです、ね、僕はマイナーな主流ですけど、でもそれはもう伏線回収とかそのために物語のうねりを作っていったらもう、そうですね、王道中の王道の王道中の王道ですね。ものすごく外してますよね、これ、はい、すいません。ものすごく外してるのに、最初に振ったものを回収していくというのはしないものもあるんだけど、するのはすごい鮮やかにしてるから、 ありがとうございます。腹が立つんですよ。これやっぱりあの仕事された時に、あこの人絶対また使えるって言い方はちょっとね上から目線で言うだけ、仕事したいなという、またやりたいっていう感じなんですかね、はい、そうですね。あそれで一番の山田君ぐらいですか、多いの山田君は多いですね。だってランチの女王の頃からって考えたら、もうあれデビュー作じゃないだろうけど、かなり初期ですよ ね、 そうですね、ランチの女王は。山田君はだって漂流教室で 山下君と一緒だったし、多分そうそう、漂流教室の時に初めて仕事したんですね。あの役者さんってね、うん、2つタイプがいらっしゃって、うんうん、僕あの実はあのこっちの方が王道だなと思ってるのは、何見ても同じだって言われる人、うん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 、何を見てもあの人はまあ、みんなそれ悪口だと思ってるけど、実は僕最高の褒め言葉だと思ってるけど、木村拓哉なんて何見ても同じじゃないかと、いやだからいいんじゃねえかという、もうだって昔の龍一衆とか石原裕次郎だって加山雄三だって、もう勝新太郎だって何見たって三船敏郎だってね、みんな何見ても三船敏郎だったから、それはけなすことにはなんなくて、スターってそういうもんだろうと思うんだけど、ごくまれに何見ても違うという人がいて、うんうんうん、山田孝之さん、孝之さん典型ですね。いや本当そうですよね。あのハリウッドの俳優でいうとジョン・ハートっていう役者は、うん、全く最後までエンドロール見るまで、あれジョン・ハートだったっけって、え何出てた人ジョン・ハートって、まああのあれですけど、例えばもう一番すごいので言うとエレファントマン、あ、うん、エレファントマンのエレファントマンはジョン・ハートなんですけど、それはあの映画が分かんないわ。いやいやもう本当にすごいです。まあだからそういう役者っていうのは、そうですね、いろんなタイプがいますけど、うん、僕闇金牛島君あまりにもあのメイクがすごくて、最初山田孝之って気がつきませんでしたもん。あの当時山田孝之君はあれですよね、あのもう今の山田孝之のもに向かって
ていくすごくこう躍動してあのすごくこう成長しつつある時期だったと思うんですけど、闇金牛島くんなんかは牛島役を誰にするかっていうのは最も大事で、うん、普通考えるとあの真鍋昌平さんの原作っていうのはすごくがたいが大きいんですよ、うんうん、すごく大きい人間なんですね、うんうん、やっぱその真鍋さんの生み出した世界っていうのは牛島自体は全く動かないし成長もしないでその周りが動くっていう、あの何は金融道っていうのは古い作品だけど何は金融道なんかは主人公が成長するじゃないですか、うん、牛島は成長もしないからただ単に、他の登場人物に対して壁でしかないっていう感じでしょ。だってゴジラとかと一緒ですよね。なるほど。成長してる。だからすごくでかいんですけど、いろいろ考えて山田君に頼もうと思った選択が僕はやっぱ正しかったんですね。山田はやっぱ大きくないけど、あの物理的に体大きくないけれどもすごく大きく見えるし、そういうふうに立ちはだかる壁に見える、そういうふうに なれる。そういうふうに撮られてましたよね。それであれは、うん、そうですね、割とそうですね、うん、ただそうか、あれは山田君の芝居のが素晴らしかったですね。あの僕の想像以上でした。山田孝之が牛島になる時っていうのはやっぱこうちょっとこう自分の傘を増すというかですね、座り方にもちょっとこうローテーションがあるんですよ。なんか決めた動作をする、決めた動作、全く決めた動作をする、同じことをするんですよ。いやすごいなと思って、一応こうやってるみたいな、そうまさにそうです。自分の T シャツをちょっとこう上げる、ちょっとこうなんていうんですかね、余裕を持たせる感じになる。面白い、ね、いや本当すごいです。それはいろいろ仕事されて山田さんだけ、あの藤原竜也君もすごいストイックはストイック、藤原くんもストイックだけどちょっと2人は違うストイックさがあって、藤原竜也君はあのとにかく監督の要求、脚本の要求に応えようとするんですね。で山田孝之君は自分で咀嚼して、その自分が咀嚼して解釈したそこの像になんとか自分を近づけていこうとする今、ね、で自分を殺してっていう。もう僕すごいピンときたけど、うん、今日本で芝居がうまい二大名優で、あの年代って言ったら、うん、その二人ピカイチじゃないですか。いやもうその二人ピカイチですね、どう考えても、うん、そしてあれ年そんな違わないんじゃない、近わないですね、近いじゃないですか、うん、だけど、うん、全くタイプが違って、違いますね。山田孝之さんって毎回気配を消してるんだけど、うん、藤原竜也さんって毎回藤原竜也さんの気配が全面に出てるんだけど、だけどどっちもうまいって、うん、上手ですよね、うん、僕だから藤原竜也さんの方が王道なスターだと思う、うん、何を見ても藤原竜也というのは、もう一回実は仕事したことあるんですよ、藤原さん、はい、あの TBS の動画で、はいはい、面白かったな、やっぱり。何ですか TBS さん、ね、おじいちゃんは25歳っていう、もうお父さんが山に行って効率系になって何十年間も寝て戻ってきたら、うん、息子の方が自分よりもはるかに年上になって、うんうんうん、息子は高橋克実さんで、うんうんうん、あのお父さんが藤原竜也という、うんうん、あの人工島民で、うんうん、そのまんまの年で戻ってきちゃったから、うんうん、その親子の話を、うんうん、作ったんだけど、この2人抜群にうまいんで超面白かったですね、うんうんうん、そうですね、任せて安心ですよね、藤原くんなんかは本当に。あの山口さんのイメージの中で、うん、藤原竜也くんと山田孝之くんって互換性あります？闇金牛島くんを例えば藤原竜也がやった、新しい王様を山田孝之がやったって想像できます？やろうと思えばできると思う？あのできますけど全然違うものになったと思います。でもそれはそれで全然違うものだったでしょうけど、意外にいけたんじゃないですかそれ、うん、それはありえますね、うん、それはもちろんある。なにわ金融道なんかでもやっぱりその最初中居正広君をキャスティングしましたけど、うん、スマップの別のメンバーっていう案もあったわけです。でそれは多分それで成立したと思うけど、まあ、僕はやっぱり中居正広がベストだったと思うけど、スマップの別のメンバーっていうのもあった。誰って聞きたいとも言えないでしょうね、うん、そうなんだ、うん、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。